皆さんおはようございます。立花明です。おはようございます。紀藤陽子です。紀藤さん、今日はね、聞き耳明のお邪魔散歩ということで、総集編ですよ。ねえ、やってきましたね、いろ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 ね。まあ、元気いっぱいの昔のお嬢様、昔のお兄様を取材してまいりましたけども、知らないことばっかりですよ。あの鉄の玉を転がすプレー、あれ何でしたっけ？ペタンク。ペタンク、ね、またあのスキーを、スキーのこう杖を持ったウォーキング、ノルディックウォーキング、あれはね、本当に私もやりましたけども、歩くのが楽、また姿勢が良くなります。あ、そうでしたね。思い出しますよ。それで輪投げはあるわ、カラオケ大会はある、ダンスはあるわ、もう大変でした。いや、シニアの方たちがどんだけ楽しんでらっしゃるかってよく分かりましたね。いや、恐れ入りました。紅葉深まる栃木県総合運動公園で、栃木県老人クラブ連合会主催によるスポーツ大会が開催され、大いに盛り上がりました。競技種目はペタンク、グラウンドゴルフ、輪投げの3種目です。10月には高齢者を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の祭典である年リンピックの競技が栃木県内各地で開催され、スポーツを熱心に取り組むシニアの方が増えているようです。それではグローズ会長に早速お伺いしていますが、今日は皆さん盛り上がっておりますけども、この内容と趣旨とかその辺のところを一言皆さんにお伝えしていただけたらと思います。はい、各市町の予選会を通じてですね、勝ち上がってきた皆さんが本日の大会に臨んでいるわけでございます。予選があって、そうです。今日は本戦という、はい、今日は本戦になって。おはようございます。おはようございます。今日は輪投げに参加されたということでございますが、どちらから皆さん来られたんですか？宇都宮の鶴宮というところで、チーム A は、西田長寿会と申しています。はい、はい、成績はいかがでございましたですか？おかげさまで、団体で、2位です。2位、うわーすごい。輪投げのいいところ、やっぱり続けてね、入るとやっぱりこれはすごく感じが出るんだけど、だからそのなってみないと分からない、その入った時のね、入る人じゃないと分からない、入った時の喜び、感動ですね。私は8狙いなんです。8狙い、点数がいいんで、はい、攻略法でございますね。保土ケ谷区老人クラブ連合会カラオケ大会です。行ってみたいと思います。レッツゴー。65歳から85歳までの30名の方によるカラオケ大会が始まりました。この杉山神社の隣にありますのが戸部公園です。この戸部公園で本日ノルディックウォーキングが行われております。どんなものなのか取材に行ってみます。レッツゴー。おはようございます。今日初めて設定して、あと2回、はい、今年中に3回研修会をやる、は
でこの人たちが一応リーダー格になって、今度はまたクラブ地域で指導役をしてもらおうと、それで復旧していこう。今日は第1回目ということ。そうです、本日第1回目で西区の皆様が、今日ノルディックウォーキングとはこういうものだということを勉強しながらみんなで体験していく、そんな第一歩を私レポートさせていただきます。ここにこの駆動、要するに動かす力を利用しないと体が前にこう前にこう進んでいかないわけですね。どうしてもノルディックウォークは板を履かないスキーです。1993年フィンランドから始まったスポーツで、近年日本でも愛好者が増えてきました。スキーのポールを持ち野山や町を歩きます。いいコースです。ちょっと最初にしちゃハードかなと思うけど、いいね、これしっかりやると結構増進になるね。できるだけ体の近く、ここないしはここですね、絶対こうはしないでください。この辺に置いて、あるいはこの辺に置いてポールをグッとついて、それで静かに足を下ろして。階段の上り下りでも威力を発揮するノルディックウォーク、日本のポールは頼もしい転ばぬ先の杖です。下りの方がすごい楽、はい、東北道の久喜インターから降りてすぐのところにあります大きな公園ですよ、久喜菖蒲公園。今日の会場です、太田集会場。それでは南京玉城でございます。彼女リズム感ね最高だった。どうですか今日は。今日はとてもいいです。そうでしょ。はい、ありがとう、ねえ、かなり練習して、もうこれは練習しないでできます。あ、もうできるのね。はい、僕でもできますかね。ちょっとこれちょっと投げてね、ちょっとやってみましょう。さて、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 さては南京玉すだれ、あ、そうです、何も不思議な玉すだれ、あ、そうです、これじゃただのすだれでございます。あ、あら、あら、ほら、ほら、油断するとダメですよ。おはようございます、聞き耳あきらのお邪魔散歩。今日は千葉県旭市九十九里浜の最北端優しが浦海岸からお届けしております。見てください、この太平洋ねえ、もう海海海、こんなところからお届けする聞き耳お邪魔散歩でございますけども、パークゴルフ、あ、私も聞いたことございますよ、はい、パークゴルフ、はい、のその大会でございます、はい、そうですか、はい、かなり今ね、このパークゴルフはいろんな地域で盛り上がってる競技でございます、そうですね、
おすすめポイント、このパークゴルフのですね、はい、いいところといいますか、一言お聞かせ、はい、私どもはね、はい、高齢者ですから、いや、まず健康第一にこのスポーツをやるところが一つと、はい、それからお互いに仲間をね大事にしましょうと、コミュニケーション、コミュニケーション、これが狙いでございます、はいはい、あ、ちょっと外れちゃったんですけど、なるほど、この辺で左の足を、左の足、これこの辺ですね、で、ここ、こちらですね、はい、で、ボールをよく見て、お、いいじゃないですか、あの、もう少し、よいしょ、なかなかね簡単なようで難しいんですよ。はい、やってまいりました、東大和市の中央公民館、レクレーションの元気塾というのが行われてるらしいんですね。早速行ってみますよ。やってますね。邪魔にならないように邪魔にならないように行ってみますよ。立花さんがやってきた中央公民館ホールでは、たくさんの中高年の方が音楽に合わせて体を動かしていらっしゃいました。これはニューエルダー元気塾の半日講座、3種類それぞれ違う内容の講座を受けることができます。まず最初は東大和元気悠々体操で体をほぐします。ニューエルダーという言葉初めてお聞きになると思うんですが、はい、そうなんです、まあ、エルダーというのは、はい、高齢の方の英語ですよね、はい、で、かつて新人類という言い方があったと思うんですが、はい、若い世代で今までの価値観とは違う、はい、あれは新しい人類だと、で実は高齢世代でも、はい、団塊世代の方々は今までの高齢者とはちょっと違う価値観を持ってらっしゃる、はい、年齢に関係なくいつまでもですね、自分の、思うままに若々しく生きたいという価値観を強く持ってらっしゃる方々なんですね。でそういう方々を、まあ、ニューエルダーと呼びまして、そういう方々を対象にしてですね、はい、体が弱ってしまう前に、はい、元気な時から、はい、いつまでも元気でいられるように、はい、そのきっかけ作りの、はい、まあ、講座ということで、ニューエルダー元気塾を開催させていただいております。立花、はい、さんがやってきたのは袖ヶ浦市民会館、ちょうど千葉県シニア囲碁将棋大会が始まったところです。全国大会へ出場する千葉県代表の選手を選ぶ大事なこの大会には、それぞれの地区を勝ち抜いた約60名が出場。会場の至る所で予選を勝ち抜いてきたシニア同士ならではの名勝負が行われています。どうやらこちらは勝負がついたようです。組み合わせはトーナメントで決められ、最後まで勝ち抜いた各部門の上位者が来年行われる年輪ピックへの出場ができます。第40回千葉県シニア囲碁将棋大会、僕も生まれて初めて実際に碁を打ってみました。とっても楽しいんですね。もう元気な皆さんのね笑顔と真剣な眼差し、もうこれが青春だなというのも学びました。輝けロレンジャー。それではまた来週お目にかかりましょう。輝けロレンジャー、お楽しみに。